地元4号艇重成がピット離れ後手に回りましたどうやら本番レースは6コース回りを強いられることになるでありましょうか丸亀ブルーナイター G1 強国賞解説65周年記念競争初日のラストバトルはダブルドリーム第1弾第12レース予選競争強国ドリームです1号艇松井茂2号艇坪井康晴3号艇桐生潤平4号艇重成和人5号艇岡崎康弘6号艇萱原裕樹以上6選手の対戦です ここは気持ちを切り替えて6コースからスタート集中下4号艇茂成和人でありますインコースはもちろんがっちりと1号艇松井茂ですこの丸亀では g 1二冠。 インから王者の更新を見せるか2コースには2号艇坪井康春こちらは丸亀 g 1過去4度の優勝今度こその V となるかその足掛かりとしたいところそしてスピードターンで革命を起こす3号艇桐生淳平が3コースここまでがスロー本番レース4コース角は5号艇岡崎康弘です先の江戸川 g 1を見事に制しました ナチュラルボーンレーサー5号艇岡崎そして外からでもこの人ならば期待が高まります6号艇萱原優樹そして6コース回りとなりました地元4号艇重成和人3対3のスタイル第12レース予選競争京極ドリームインコースから1番、2番、3番ダッシュ5番、6番、4番です スタートしましまた角の4コース5号艇、コースタートは岡崎ですが、スロー勢も伸び返してくる、1号艇、松井が逃げる、2号艇、坪井が刺して、まくり刺しか3号艇、桐生純平、内からは5号艇、6号艇、4号艇も抜け出したのは1号艇、松井茂一気に独走態勢。 そして2番手は大激戦2号艇坪井康晃に外から3号艇桐生内からは6号艇5号艇4号艇殺到する5選手激戦2番手争い第12レーススタート正常です2番手争い5号艇岡崎が先手角よく差した2号艇坪井康晃ホームストレッチ混戦抜けたのは2号艇坪井康晃3番手は5号艇岡崎安彩か上位体系は1番2番5番内からは3号艇桐生順平定を並べていくかまだまだ2番手争い分からない状況その間に独走は一号艇松井茂です二番手争いは三号艇桐生 前打ちついた2号艇坪井康晴そしてさらに間割ろうと5号艇岡崎も3番手は逆転成功3号艇桐生が浮上上位体系は1番、2番、3番と変わっています先頭は一人旅1号艇松井茂2番手は2号艇坪井康晴もサイド内から迫る3号艇桐生順平絞り込んで2周2マーク先手を取る2号艇坪井そして3号艇と両者の間割るか5号艇岡崎康晴も3番手は3号艇桐生順平がリードを広げ一番、二番、三番最終周回に入っています 先頭はインコースからしっかり押し切って1マーク回ったところでリードを広げました1号艇、松井茂2番手は2号艇、坪井康る3番手、3号艇、桐生のうち合わせに行く5号艇、岡崎も大きく回った、握ってかわした3号艇、桐生3番手上位体型は1番、2番、3番です4艇清水が空いた4番手、5号艇、岡崎康弘後方は6号艇、川原勇輝4号艇、重成和人となっています。 初日の締めくくりのカード第12連勝戦競争、京国ドリーム先頭人気に応えた1号艇、松井茂2番手、2号艇、坪井康晴3番手、3号艇、桐生淳平1番、2番、3番でゴール先頭、1番、松井五類2着、2番、坪井五類3着、3番、桐生五類5番、岡崎五類4番、重成五類ラストで6番、茅原、五類です。